ラブお嬢様。急いで悲鳴の聞こえた方へ駆けつけると、男がラブお嬢様を担いで車に乗せていた。待て、この野郎。レーナの部屋。俺の名前は光一。今日からこのお屋敷で住み込み、しかも年中無休で10年間働くことになった。よろしくお願いします。では光一君にはお嬢様であるラブ様の相談役として務めていただきます。相談役とは随分聞こえがいいが、メイドたちの話によると、ラブお嬢様は相当なわがままで、言われる内容からしてほぼ奴隷のような扱いだったらしい。俺も奴隷のようにこき使われるのかな。それを10年か、耐えられるかな。かつての相談役の人たちはラブお嬢様の言いつけに耐えられず辞めてしまう人が後を絶たなかったのだとか。こんなことになったのもあのクソ親のせいだってのに。俺の両親は毒親で、ギャンブルなどで浪費した借金返済の身代わりとして俺をここに売ったのだ。失礼いたします。今日からラブお嬢様の相談役として務めさせていただきます、光一と申します。ああ、あなたが新しい相談役ね。悪魔みたいな人を想像してたのに、すごい美人じゃないか。あ、はい、よろしくお願いいたします。そして俺の使用人ライフが始まった。光一、紅茶持ってきて。はい。光一、庭を散歩するからついてきて。はい。光一、つまんないから何かして。はい。ラブお嬢様の態度は冷たく、命令も多くて大変だったが、聞いていた奴隷のような扱いではなかった。そんなある日、今まで命令しか言わなかったラブお嬢様が俺に話しかけてきた。ねえ光一、あなた休日は何をして遊ぶの？ね、急にどうされたんですか？退屈なのよ、早く答えて。お金がなかったので図書館で本を読んだり公園で遊んだり、とにかくお金のかからないような遊びをしてました。昔まだ金があった頃は親と遊園地とか行ったんですけどね。遊園地ね。決めたわ、明日私を遊園地に連れて行きなさい。え？遊園地って行ったことないのよね。所詮庶民の遊びでしょ。大したことないかもしれないけど、暇つぶしにはいいかもね。そうだ、ゲームをしましょう。私を楽しませられなかったらクビっていうゲームね。まずい、お嬢様は本気だ。そしてラブお嬢様の無茶ぶりのおかげで今日は遊園地に来ていた。さて何から案内しようか。いきなりジェットコースター乗せて気分を悪くされても困るから、簡単そうなやつにしよう。ラブお嬢様、これに乗ってみませんか？いやよ、あんな動かない馬何が楽しいのよ。それに子供しか乗ってないじゃない。それよりあれに乗りたいわ。足元にお気をつけくださいね。へえ、結構可愛いじゃない。ラブお嬢様はコーヒーカップのデザインが気に入ったようだ。あ、これはテーブル？いいえ、これはハンドルのようなもので、これを回すとカップも回ります。そう、じゃあ回してみて。俺はゆったりと回るくらい低速で回した。気持ちいいわね。そうですね。貸して、私も回してみる。そう言ってハンドルを回し出したラブお嬢様。加減が難しいから心配をしていたが、すっごい回るのね、楽しい。結構なスピードでもすごく楽しんでいる様子だった。楽しんでいるラブお嬢様の笑顔を見ていたら、不思議と昔のことを思い出した。まだ俺が小さい頃、両親と一緒に遊園地に来ていたのだが、両親は俺を置いてどこかへ行ってしまった。お父さん、お母さん、どこへ行ったの？いつまでも帰ってこない両親に不安になり、俺は泣きそうになりながら両親を探しに行った。すると隅で泣いている少女を見つけた。どうしたの？迷子？泣きながら小さくうなずく女の子。どうやら同じ迷子のようだ。見つけてしまった手前、放っておくわけにもいかない。こっちに来て。俺は女の子を連れ出して近くのコーヒーカップへ向かった。そこでスタッフが目を離した隙に空いているコーヒーカップに忍び込んだ。今思えばやってはいけないことだったが、当時はそこまで警備も厳しくはなかった。こんなことしていいの？よくないけど
でもちょっとワクワクするでしょ。俺は身を低くしたままカップを回した。あ、ちょっとほら、しっかり捕まって。泣いていた少女からパッと花が咲いたような笑顔が見れた。俺は一目でそれに恋をしてしまった。ありがとう、あなたのおかげで楽しい時間を過ごせたわ。え？最大限のお礼よ。その後コーヒーカップを出たあたりで彼女を探していた両親と出会い、彼女とは別れてしまった。名前も聞くことができなかった。そんな初恋の少女とラブお嬢様の笑顔が重なったのだ。まるであの時と同じように、結局夕方までしっかり遊び尽くし、ラブお嬢様には満足してもらえたようだ。ああ楽しかった、遊園地ってこんなに楽しいところだったのね。ご満足いただけたようでよかったです。首は回避できましたでしょうか？もちろんなしに決まってるじゃない。すっごく楽しかったわよ、ありがとう光一。今までの冷たい対応からは想像もつかない素直な態度に思わずドキッとしてしまった。ねえ光一、もし私たちが恋人になったら毎日こうやってデートしてくれる？あ、それはできません。え？どうして？俺はラブお嬢様の相談役、ただの召使いです。同じ立場に立つことなど許されません。そう。ラブお嬢様、喉を渇きませんか？俺飲み物を買ってきますのでここでお待ちください。せっかくの楽しい雰囲気を壊してしまい、いたたまれなくなった俺は逃げてしまった。はあ、今のうちにトイレに行っておこうかな。そして俺が飲み物を持って帰ってくると、ラブお嬢様の姿は見えなかった。すると近くのトイレの方からラブお嬢様の悲鳴が聞こえた。ラブお嬢様！急いで悲鳴の聞こえた方へ駆けつけると、男がラブお嬢様を担いで車に乗せていた。待てこの野郎！しかし車は急発進し追いつくことはできなかった。その同時刻、犯人から屋敷に電話があった。その内容は、ラブを返してほしければ身代金を3億円持ってこい、条件として光一急いで来ることだった。そのことを電話で聞いた俺は急いで屋敷に戻った。貴様、ラブと一緒にいながら何をしていたんだ？まさか誘拐もお前の仕業じゃないだろうな？滅相もございません。しかしラブお嬢様が連れ去られたのは私の責任です。必ず無事に連れ戻してみせます。犯人はなぜか俺を名指ししてきた。なぜ犯人は俺のことを知っているのだろうか？まさか俺の知り合いが犯人か？俺は犯人が指定してきた場所にやってきた。そこには拘束されているラブお嬢様と覆面をした犯人が一人。金は持ってきたんだろうな、早くこっちに渡せ。ああ持ってきた、でも金額が金額だけに持ちきれなくて外のトラックに積んである。お嬢様と交換だ。いいだろう。犯人は金の方へ、俺はラブお嬢様の方へゆっくりと前進した。そして犯人とのすれ違いざまに犯人につかみかかった。うれ！うわ！覆面を引き剥がすと、そいつは俺の親父だった。親父どうして？くそ、うるせえな。撃ったはずのお前が女と仲良くデートしてるのを見てムカついたんだよ。また借金が膨れちまったからちょうどいいと思ってな。てめえ、身勝手な親父をぶちのめしてやろうと思った矢先、待機してもらっていた警察が突入してきた。うわっ、やめろ。ラブお嬢様大丈夫ですか？うん、来てくれてありがとう。無事でよかったです。光一も辛かったよね、お父さんがあんな。でも私がいるから大丈夫だよ。その後犯人だった俺の親父は逮捕された。俺は無事にラブお嬢様を連れ戻したことで、その褒美として借金がチャラになり10年の雇用契約が解除された。晴れて自由の身といえば聞こえはいいけど、もう屋敷に行く理由もないし、庶民の俺にはラブお嬢様に近づくことすらできないのか。思い出すのは屋敷で過ごした日々や最後になってしまった遊園地でのデートだった。あの時のラブお嬢様の笑顔が忘れられず、俺は再び遊園地へ来ていた。ラブお嬢様。なに？
うわ、ラブお嬢様、どうしてここに？寂しくて来ちゃった。デート楽しかったね。ねえ、恋人になったらまたあの日みたいに毎日デートしてくれる？この前のデートでも同じことを聞かれて、俺は立場の違いという理由で断ったけど、もう使用人でもない俺に断る理由はなかった。俺、ラブのことが好きだ。また俺とデートしてくれる？うん、もちろん。あの時と一緒だね。あー、もう最高。そんなにうまくいくなんて。全部全部全部、全ては光一と結ばれるための作戦。光一のお父さんがクズでよかったわ。おかげで簡単にそそのかすことができたんだから。今までの羊にはこれを見られたから口封じで首にしたけど、それももう終わりね。もうこれで光一は私のもの。もう絶対に離さないんだから。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。